床やばくない匂い。え、臭臭くねえ、マジでシコの匂いする。床臭。静粛に、ただいまより第1回寿司オセロを開催する両者礼お願いします。お願いします。それでは野瀬から自己紹介お願いします。本当は卵が好き、野瀬です。イカが臭すぎて食欲が失せてる、モチです。両者意気込みをお願いします。まあ寿司に関しては私の方が知識が深い、そして胃のデカさも私の方が大きいと自負しておりますので、まあこの勝負絶対に負けられない戦いになります。それではルールを説明します。今回の寿司オセロ関東バージョンで行います。関東バージョン。現在間に置かれているオセロの盤は 8×8 の64マスですが、今回使用するのは内側の 6×6 マスの36マスで行います。はい。野瀬選手はマグロ、モッチ選手はイカ、各40貫あります。勝利条件は相手の寿司を全て食べさせる。ん？お腹いっぱいになることとオセロで負けることっていいんじゃない？はい。敗北条件がね。敗北条件はその2つ。はい。オセロで負けることとお腹いっぱいになってしまうこと。はい。ひっくり返された自分の寿司は自分で食べてください。はい。ルールはよろしいでしょうか。はい。それでは第1回寿司オセロ1曲目、用意。用意。始め。うわあ。結構早起きなの。ちょ、箸ない箸ない。それではまず、はい、両者真ん中の4マスに寿司を置いてください。変な光景すぎる。え？ん？あれこう？あ、違う。そう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 。失格。それではマグロを使用している野瀬選手から先行お願いします。はい。まずはここだ。寿司。食え。食べるか。いただきます。1回目から。美味しいだろ。寿司はよ。まあまあ、美味しいです。感想を述べてください。美味しいです。感想を述べてください。米が甘いです。それでは、どんどんと、オセロの方をお願いします。はい。ここだ。ふん。臭い手だな。臭い手って何？実に面白い。ガリレオいるやん。まだおもろくないだろ。え、もしかして寿司だけにガリレオってこと？ガリ。何の音楽チーム？やりきれよ。そんな音楽だったっけど。食え。ルル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 ルバカだ。2貫。おっと、いきなり2貫だ。野瀬選手、マグロ2貫です。はい。ここだ。お前に2貫は取らせんぞ。食え、バカが。きついな、もう。早っ。参った。早えよ。どうするか。今、参ったとおっしゃいましたか？いや、もうな、いい感じで。ゲーム終了！待って。外側の、だよね。1列は、4辺使えないということになります。ということは、ここは、結構いいかも、俺ためには。いい手なんじゃないでしょうか。ほんなら、お前は見落としてるようが、この盤面の角は、ここなんだぜ。やっちまったー！バカが！これは、もち選手しんどいですね。食え！決まったー。ドドン！2貫！醤油いただきます。うますぎる。醤油のうまさに気づいた。格段にうまい。これだ！マジでレベチ。醤油産んでくれてありがとう。これで確実に野瀬のマグロは1貫、ひっくり返されません。まいったなぁ。え？え？まいったなに厳しすぎるな。寿司といえばまいったなでしょ。そうなの。寿司食いね。出てこねえよ。寿司食いねえにまいったな。お前に思いっきり痛いのをお見舞いしてやるぜ。
イカ三冠だー。うわー重いー。イカ三冠重いなー。イカ三冠食え。 1.5 皿。5皿だ。まだヘバる時じゃないぞ。お前じゃねえか。ジャパニーズラップ。さあ、現在お寿司残り半分ほどになってきましたけども、うん、現在の状況はどうですか？なんかあまり見ない形の場面ですね。そうですね。それでは引き続き頑張ってください。はい。あれ俺だっけ？イカをお食べください。審判にバレなければ不正はありですからね。不正ありなんだ。寿司オセロの場合。なるほど。だ審判にバレた場合ちょっとどうなるかちょっとわかんないですけど、まあ、はい、肝に銘じときます。はい。ここだなんだそこは。伝説的な手を見つけてしまった俺は。ああ俺はもらった。ああこの一手はでかい。大バカ者が早くマグロを食え。なんでそれも食うんだ。なんで食ったんだここお前は。不正でもなんでもない単なる大食いじゃねえかお前のは。お前はこの三冠が潰せてまあ満足なんだろ。幸せだよ。お前にもその痛みを負っていただこう。イカ三冠だ。イカ三冠おめえ。はい、食って食って。美味しいね。依然マグロが優勢ですね。はい、まあ、終盤ここで行きますよ僕。お、まあ皆さんが思った通りのね、角を取ります。これはでかいと思いますね、間違いなく。まずった。あーうーん、はお前触んなよ。普通に非常識、普通に不正ですか。いや不正じゃないです。不正じゃない。不正ですか。不正ではない。はい、こんなコマ見たことありません。ピーピーピー。違う違う違う、ピー。不正してないって。ピー。何？どうして困ったんですか。え、食うのが遅いんで僕は先に置いとこうかなって困ったんです。遅いのが悪いと思います。触れましたこのマグロ。あなたはまあ箸で握っちゃいましたね。ピー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 。タブー中のタブーですよ。タブーですねそれは。どうなるんですか。いや、やばいことしてるじゃん。いやバカか。再開。どうしようかな。いやちょっとね、ここに白が待機してるっていうのがちょっと怖いところであるんでね。まあここで、ここか。はい。まあ一貫なんか余裕よね。じゃあ食え。うまい。食うの遅いね。握っていい。うざすぎる。ああ2貫ですね。まあちょっとやった醤油つけますわ僕。どうですかお醤油は。もう最高でございますね本当に。もうお醤油キッコマン。オッケー。困ったら大声出せ。ちょっと不安定かね。くそ、なんかちょっと不穏な空気流れてんな。ここだ。一貫か。そうだ一貫か。なんだ甘いな。喧嘩売ってんのか。やめろそのちょ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 んって。ああいつ審判の目を盗んで不正してやろうかな。なんかちょっと眠くなってきたな。仮眠でもしようかな。こいつだ。あ、そうだそうだ、俺審判があるんだった。あーこいつ。いや今あーこいつ下に落ちてる。ああダメ、これでこれ相手の相手が。いやいや相手の車輪が落ちてます。車輪じゃない、ネタが落ちてます。車輪どこでか。ここです。いかかと思った。これはどういうことですか。私からご説明いたします。はい、まあ、審判がですね、先ほどね、まあ、目をつむっていらっしゃったじゃないですか。仮眠をしていましたね。その際にこの方はなんとあろうことか駒を移動させたんですよ。これはどう見てもこいつのせいだ。なんだこれは。ゲームスタート再開。これはなんだよこれは。なんだこれは。これはお前だろ。おい、やってないっすよ。今見ましたよ。完全に見てましたよ。見ましたよ。今これを、ここに置きましたね。
あなた、あ、ガシャー、あなた、ここに置きましたね。タブーを犯して、犯罪まで犯すと。よくないですよ、あなた。そんな、自分が角に置けなかったからといって、相手の駒を角に置くって、角から逃がすっていうのは。よっしゃ。いかがまとめられた。痛い、それは。よろしくないですよ、本当に。一コマに三巻。はい、この一マスは、これで一マスとしてください。ボケが。まずい。どっちのターンだっけ。見て。お前か。ここだー。四巻だー。ここも地味に効いてるんだよ。二巻。あ、二巻か。まず二巻。まず2巻、うん、うん、くそ、あまりいい手がないな。そうだね、まあ、そしたらまあここかな、まあ、無難にね。うん、はい、1,2,3 巻食べて。よっしゃ、現在の胃袋の分量を6種です。いや、見えない、いろいろと。やばい、おいこ、なんだお前、なんだ、いや、おっ、あビービーポンポンポン、なんですか、これは。パンツに移動させました、移動させました。これは何ですか。裁判官、僕の言い訳を聞いてくれませんか。よかろう。もともと僕の寿司はここにあったんです。そしてここにあったんという証拠はあるんですか。ありません。最強の調整だー。ダメだよ。僕のターンです。はい、くぅー、何回食べろ、バカだ。覚えとけよ、覚えとけよ、お前。座り方が野生人のくせに箸使えるのめっちゃ違和感ある。食べられますね、結構。意外といけますね、相手も。なかなかやりますね。ここだ。二巻か。二巻だよ。余裕だな。ここだ、ここだって。ああ、そうだよ。俺の手持ちはなくなっちゃった。いや、なんか普通に相談なんですけど、相手の駒がなくなりました。もう一度お願いします。僕の手持ちがなくなってしまいました。こうなった場合は、このフィールドにある駒を自由に移動させて一手を打つことができます。できません。できません。できません。それでは、持ち選手、はい、残りの自分の駒をすべて置いてください。終了。集計します。はい、おっと、おお、まさか。勝者、乗せ、よいしょー、マジかよー。四冠差ですね。惜しい。敗者はどうなるんですか。敗者はですね、はい、はい、何もないです。何もない、何もない。ただ勝者には、おお、ご褒美パターン。ご褒美、緑茶を一杯贈呈します。にょーん。嬉しくない、緑茶。まあまあ嬉しいっす。寿司後の緑茶、ありがとうございます。それでは勝者にはこちらの緑茶を一杯。なみなみ、ありがとうございます。いただきます。勝利の美酒ならぬ、勝利の美茶やな。